今よし注目の的といえばこの選手でしょう。いいよ、そぼせらい、かっこいいよ、今日もかっこいい。どのような試合になるでしょうか。今日もかっこいいよ。かなり多いでしょうね。大丈夫か、ボールタッチが大丈夫か、ちょ俺がやらないといけないから、大丈夫か、技術の使いどころを知っています。ちょ俺がやらないといけないからやめて。1点リードにできるか。危ない、危ねえな、危ねえな。今あれキャッチしないんだ。キーパー交代を決断したようです。めちゃくちゃキャッチするつもりだったんだけど、キャッチしなかったんだけど、もしかしてなんかタイミングよくボタンを押すとかあるんかな。タイミングよくボタンを押さないとキャッチしないとかあるか、もしかして。トラウル、あ、トラウル結構後ろで守ってたんだ。ロナウドいいよ。あの頃のロナウドじゃないこれ、あの頃の。あの頃、あの、祖母すらいしかなんか来てないな。あ、いいや、ネトも来た。いいよ。ロナウド頑張りすぎ。ナイスナイス、ナイスカバ、ナイスカバ、ナイスカバ。ヌネス、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 ヌネス。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 11人みんな来てるやん。今ね、11人みんな来てただろ、今。鮮やかなゴールですね。めちゃくちゃ人いたぞ、今。ベンダーをものともしません。ヌネス、いいね。ここでヌネスが上がってきて決めるんだもんな。この総合力よ。そぼせらいいよ、トラウルも行って、トラウルも行って。もうトラウルも前行かないと。トラウルも行ってあげてよ。そぼせら、打てる、打てる、打てる。打てるぞ。ナイス。止めた。今のは入ってちょっと浮かなかったな。ちょっとコロコロなっちゃったな、ね、ちょっと今コロコロなっちゃったのがあれだわ。悪くはなかったけどな。あの弾丸見たかった、弾丸見たかったな。コロコロじゃなくてちょっと怖かった今。コリンズ、あー、そのパ ス, いいプレスでした、ね、パスうんちやね。ちょっとクリアされました。ソボスライガーのパスがうんちすぎるな。ちょっとよくないな。アレクサンダーイサク、ナイスナイスナイス。セカンドボール、セカンドボール、セカンドボール、セカンドボール。空いてる、空いてる、空いてる、空いてる。空いてるって。空いてるっつってんだろう。なあ。空いてるだろ、どう見ても。てか、コリンズのさ、あの、わけわからんパスは何なん？それ説明してほしいわ。まさかのサンマークシマン。素晴らしいゴールよ。素晴らしいゴールです。正直。コース完璧。これ、これぐらいの選手がいたんだな。入荷するには。こんな選手が。テスト。ちょっと。いいパス操作すぎじゃない？ちょっと。狙いは良かったんですが。ナスのパス。味方に合いません。誰もいなかった。誰もいなかったね今。誰かいてやれよかったのに。誰もいなかった。ナイスナイス。ナイス再開。そぼせらいいよ。残り時間は15分。そぼせらいいよ。プレッシャー来てるな。ネットもいい動きしたけどな。打つんかい。いや、もったいねえって。いや、もったいねえって、さすがに。さすがにもったいねえって、今。これはカウンターを。ひちゃん、頑張れ、ひちゃん。決められるか。いいパスだ。いいパスだ。そうすらい。ああ、ちょっと優しすぎる。よく止めました。そうすらいがイケメンすぎる。優しすぎるわ。今、そぼそ優しすぎたなぁ。形は良かったなぁ。クリロナのパスも良かった、今。形はかなり良かったよ。ちょ、今止められないと。空いてる、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 空いてる。ナイスナイス、ナイスナイス。キーパーのダイビングセーブ。ナイスナイス。今、ディフェンダーが止めたな、今。時間はほとんどあります。今、ディフェンダーが止めたな、今。いいパスじゃない？ナイスナイス。試合終了です。まあ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 。最後まで読めない展開。まあ相手もうまかったわ。結局引き分けという。本当城のようなディフェンス。競った場面があったのも確かに。まあちょっと俺らもね、なんかシュートをどちらもあまり無理をしない。なんか甘えたシュートも多かったけど。とにかく今日は8点差確保できれば。俺らも俺らで。よしとしたんでしょう。甘えたシュートもだいぶ多かったけど、まあまあでも相手のディフェンスも良かったし、まあ攻めのパターンもね、まあ本当失点したシーンだけがね、ちょっと悔やまれるぐらいで、まあ。うん、終始相手にボール持たれてたのは事実だったから、ちょっとこれはまあ相手も、まあさすがといったところかな。私、西岡明彦、解説には、いや、ちょっとコンディションが良くないよ。ノックアウトラウンドのこの一戦、大一番を前に会場いやー、これしっかり勝たないとな。やっぱカップ戦はやっぱ勝たないと。すごい試合になりそうですね。なんか俺のなんかマネージャー評価にもあった気すんだよな、国内カップでみたいな。いいね、そぼせらい。そぼすらい、そぼすらい、
そぼすらい出たな、出たな今、ついに出たなミドル。そぼすらい出たね、豪快なシュートですね、出たね、ネットを突き破るかと思いました、出たな、見たかったよお前のミドルを。何今キリ抜けられたな。いやサリバサリバ1対1強、ボールシェア率を見てみるとアウェーチームサリバの1対1強えな。まあポジションもクリスティアーノロナウド、ソボスラに注目してけど、やっぱサリバも味方も連動して取ってよかったな。トラオレ行け、トラオレ行け、行け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 、トラオレ頑張れ頑張れ、ナイス来た、このゴールで2点差です。ネベスかあれ、あの髪型ネベスだろ。あとやっぱこのシーンあれなんだよね、なんか俺んとこ来てくれるんだよね、なんか俺んとこにめっちゃ来てくれんのよこのチーム。を見てみましょう、やっぱ愛されてる証拠よな。いやいいなあネベスも、今日のハイライトになる。やっぱこの力が高いわ、ネベスのミドルも正確よ、この力がかなり高い。で相手もね、あのプレスとかはいいんだけど、ちょっとコース開けすぎだなさっきからサリバが位置的に危ないな。ナイスナイス、危なっ危なっ、いやちょっと攻められすぎやな、ちょっとナイスナイス、いやディフェンスいい、ディフェンスいい、攻められすぎだけど、オフサイドじゃない、今オフサイドじゃない、今ナイスナイスナイス、なんか攻められすぎだけど、このディフェンスはいいなチームとしてのディフェンスダメだけど、このディフェンスはいいわ。ナイスナイス、次のラウンドも後半のメンバーダメだったなやっぱもうソボスラいないと何も機能しないやん、やばいな、ソボスラとロナウドいないと何も機能しないわびっくりするぐらい違うな。まあでもなんかネベスネスとかね、ネトとかトラオレとかやっぱそこら辺もゴール決めれてるから、ロナウドやん、もうロナウドに媚び売ってるやん、うちのスター選手やわ。レスターシティよう優勝したよな本当。いや打ってよかったよ、いや打ってよかったって。ロナウド、ロナウド、逆にロナウド持ってよかったってちょ打っていいよ、みんな打っていいって、いどっちも打っていいって、ロナウド打つって、ロナウドなら打つって、リアルロナウドなら今の打つって。ディフェンスには定評があります、さすが堅守が持ち味のチームです、ね、危ないよ、俺がキーパーやからさ、俺がキーパーなんよ、恥ずかしいでやります、俺がキーパーないからさこうなんのよ、そう俺がプレイできないとダメなんだよ正直、俺がプレイできないといけないからさ、これがほんとね、俺が先輩なんよ、普通に俺が先輩です、謝ります、すいません、頼むよ、もう俺が先輩じゃなかったら 0-0 引き分けでしたが一番きついんだからさ、ちょっと危なくない、今トラオレいいね、トラオレが早すぎて中入れてきてね、ナイスナイスナイス、トラオレ、いや惜しいな、止められても当然でしょうね、いやでも惜しい、もったいないですね、もったいなくねえよ、かなり得点しやすい位置でしたからね、だいぶ塞がれてた今、キャローロード狙います、いける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 、蹴ってる、いやでもちょっとなんか、いやそこで渡すか、ナイスブロック、そこで渡すか、レスターシティの選手交代です、じゃロナウドもさ、このコーナーは同点のチャンスです、ロナウドそんなとこ1取らんだろう、期待に応えたいですね、ロナウドあんな並走するか、中入るんじゃないロナウドなら、あんな並走せんだろう、あの位置で受けても意味ないだろうほぼ、ボールはエリアへ、ナイスナイス、これで同点に、さすがロナウド、来るか、なんか違う、おお、そのパターンもあんのかよそのパターン知らなくてごめん、
コーナーキックからのいいボールです。言いたかったけどそのパターン知らなかったわ。クリスティアーノ・ロナウドのこのヘディング、いやこれいいな、合わせましたね。そのパターン知らなかったからバッチリでした。ちょにわか出たわ。高いや、そのパターンのスーは知らんよ。そのパターンのスーは知らんて。ちょロナウド、俺の予習が足りなかったわ。そこで転化すんだ。スルーじゃないんだ。ネットいいよ。下げなくていいって。下げなくていいよ、ネット。打ち行っていいって、今のは。リアルのネット、それやったやん。残り時間は2分です。リアルのネット、あそこで打ちに行ってたよ。リアルのネットは。味方の選手が寄ってきました。それが、土壇場で勝ち越しのチャンスが巡ってきました。チャンスに見えたんですが、いやネット打ってよかった。ナイス、ちょっと笛鳴らすなよ。笛鳴らすなよ。まだ終わってない。ああ。試合終了です。最後まで読めない展開でしたが、結局引き分けという結果に終わりました。いやちょっと俺が先輩か。場面があったのも確かですが、すいません。疲れてきてからはどちらも私が先輩です。なくなりましたね。すいません。とにかく、いくつかの代表チームが今後数ヶ月の新しい監督を探しているです。すでに何人かと会いましたが、あなたの契約にかなり前、は？何言ってんの？俺ベルギー監督だけど、あ？アメリカとチェコだ、あ？断っておけ。そんなチームとは契約結ばない。帰れ。もう俺もね、態度でかくなっちゃってるわ。態度でかくなっちゃってる。初めて監督受けた時は、ね、オーストラリアですら興奮したんよ。オーストラリア、あ、オーストラリアありがとう、つって。わかった。大好きオーストラリアって言ってたんだけど、もうベルギー監督になっちゃったらもうこんな態度になっちゃうよね。